いやー、あ、相模ナンバーってダサくね？どう思う？やっぱダサいよな。だって他県から見たら相模って分かんなくない？あれ相撲ってなるじゃん。相撲ナンバー、相撲ナンバーって実際よく言われてるけど、相撲ナンバーじゃんあれ。っていうか相模っていう読み方にしても俺ダサいと思う。だからこの際さ、相模ナンバーを解明しない？この際相模ナンバーを解明するの俺ありだと思うよ。マジで。何がいいかな。厚着ナンバー。なんか厚着ナンバーってなんかちょっと上着着すぎた人みたいでなんかちょっと嫌だね。まあでも厚着ナンバーだったら厚着基地あるしいいんじゃない？厚木基地、ああ、厚木って厚木基地の厚木ねってなるから、まあ多分相模よりかはいいと思うわ。厚木ナンバー。あと俺ね、これ個人的な意見なんだけど、3文字のナンバーってあんま好きじゃない。やっぱ2文字。やっぱり2文字がいい、俺は。だから、海老名ナンバーはない、俺の中で。てかなんか、海老名ってなんか、ナンバーにすんのはちょっと違うと思う。海老名って名前って別にそんなかっこ悪くはないと思うけど、やっぱりナンバーにすんのはちょっと違うと思う。それかさ、口座群じゃん、もともと。だから、もともと厚木とか海老名とかって口座群らしいのよ。口座群っていうところらしくて、でそれが今厚木市とか海老名市とかになってて、寒川はまだ口座群なのか。だから口座群っていうと寒川町だから、口座ナンバーよくない？口座ナンバーかっこよくない？漢字にしても読み方にしてもかっこいい。口座ナンバーは、いや俺ありだと思う。口座ナンバーはあり。神奈川ナンバーは一番ダサい。神奈川ナンバーは一番ダサい。だってまず3文字だし、なんだろう、神奈川ってさ、神奈川県で4文字だからしっくりくる感じするじゃん。だけど神奈川だけにすると3文字になるじゃん。あんまかっこよくなくない？なんか例えばさ、東神奈川とかってなんかかっこいいじゃん。ちょっとかっこいいじゃん。わかるでしょ？東神奈川とかかっこいいけど、神奈川駅ってなんかあんまかっこよくないじゃん。でしょ？って考えると、2文字かな。まあ4文字はちょっとね、見づらいんだよね。終わり、4文字のナンバーって、終わり小牧しか俺知らないんだけど、他なんかあったっけ？っていうかさ、やっぱなんか、神奈川県がそもそもご当地ナンバー少なすぎ問題でしょ。てかないでしょ、神奈川県。ご当地ナンバー欲しいよ、神奈川にも。だってさ、東京とか今、何？江東区のナンバーとか出たらしいじゃん。江東ナンバー、あとなんだっけ、葛飾ナンバー、足立ナンバーは昔からあるか。あと増えたやつなんだっけ？世田谷は昔からあるよな。なんだっけ？東京23区で増えたナンバー。多摩ナンバーはあるよな、昔から。多摩ってまず23区じゃねえし。葛飾ナンバー、江東ナンバー。あ、そんなもんか。てか、それだったらさ、てか、それだったら先に、新宿ナンバーでしょ。新宿渋谷ナンバーなんでないの？俺逆にそれもおかしいと思うわ。
なんか江東ナンバーとか葛飾ナンバーとか作る前に新宿ナンバーとか作った方が俺いいと思うけどね。それとも新宿区民が反対してんのかな、もしかして。いや俺たちは品川ナンバーがいいみたいな。あそこって品川ナンバーだよね。うん、俺たちはでも品川ナンバーがいいみたいな感じで反対してんのかな、もしかして。いやでもそう考えると神奈川少なすぎでしょ。だって千葉だってさ、あれ千葉ナンバーなん、千葉県って何やったっけ、習志野でしょ。習志野柏ってあったっけ。あれ柏って多分あったよな。あれ幕張なかった、あれ幕張ないか。やべえごめん、俺千葉県とかあんまよくわかんないんだけど、ナンバーのことまでは。でもやっぱどこもご当地ナンバーってあるじゃん。その中でやっぱ神奈川県の4つって少ないと思う俺は。うん、静岡はあれ、静岡って沼津あるよね。沼津、静岡、浜松かな。そう考えると少ないね。静岡の方が少ねえわ、そしたら。うん、静岡の方が少なかったけど、やっぱり相模はないよ。話戻るけど相模はないよ。なんかいい、だってそうだな、ご当地ナンバーな。でもやっぱ県王、それかなんかよく言われてんのが、もう相模ナンバーも横浜ナンバーに併合してくれっていうのがあるんだよ。それか湘南か横浜ナンバーに併合してくれっていうのがあるんだけど、いや俺もそれもなんかなって思う。俺はだって浜南になるのなんかちょっと嫌だもん。だって海ねえし、あの横浜も湘南も海のイメージあるけど、県央海ねえし、厚木市海ねえし。うん、そう考えるとなんかやっぱそれもちょっと違うよなって気がするから、俺はやっぱ口座群としてっていうか今は違うけど、俺はやっぱ口座ナンバーがいいと思う。うん、俺はマジで口座ナンバーがいいと思う。